はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はスタジオワンに付属のプロ EQ3、 このプラグインのことは前にも一度紹介しましたけれども、今日はソロモード、これをうまく使って EQ を仕上げていく方法をお話ししたいと思います。村長ミュージックスタジオ、トラックには簡単なギターのストロークが入っています。ちょっと聞いてみましょう。はい、とっても簡単な和音が入っています。これを仕上げていくときには、まずはプリセットなんかをよく見ると、どういう風にするのがいいか、とても参考になると思います。ちょっとやってみましょう。ここからですね、インストゥルメント。この中にギターのクリアアコースティックというのがあります。これを選んでみましょう。このような EQ のラインが出ています。これでバイパスと2つ比べてみましょう。バイパスします。はい、やっぱり入ったらとってもいいですね。このような形で約 300Hz ぐらいのところにギターのボディがあります。そうしまして、この部分ですね、この部分は 3kg あたりです。ここらでちょっとプッシュしてですね、そして圧を上げたりしています。このようにプリセットを参考にして触っていくという方法もあるんですけれども、僕が普段よくやっているやり方というのを今日はお話をしてみたいと思います。ちょっとクリアします。デフォルトを選択します。これでデフォルトになりました。それでは僕が普段やっているイコライザー、この周波数を探っていく方法を皆さんにお伝えします。最近のイコライザーにはソロモードというのがあるから、とても探りやすくなっています。まずこのノーマルな状態でイコライザーを見てみましょう。はい、低音の 40Hz ぐらいのところに谷があって、またそこからですね、サブベースと呼ばれる低い位置に音があります。そして今見てる限りにはボディが 300Hz ぐらいのところにあって、そして 7kg、8kg ぐらいまで音があるというような、こんな音質になっています。そういうことですから、どこの周波数のところでもいいんですけれども、このようにソロボタンを押します。ここで今自分が確認したようなことをしっかり探っていきます。はい、ここらにボディがあります。はい、今のあたりがサブベースですね。はい、この最高音のあたりを上げるときらびやかになります。この辺のところですね。ここらを頭に入れて音を作っていきます。音を作るときは一旦思いっきり上げたりします。
本当にボディかというのを確認するためです。微妙にやっていると耳が麻痺してうまく捉えることができない場合があります。一旦思いっきりつきます。低音のふくよかさがちょっと足りないですのでベースを上げます。ちょっとハイを見てみましょう。はい、このようにしてバイパスと比べて本当に良くなったかを判断していきます。このようにイコライザーを作っていきます。今度はいらない周波数、これを大胆に僕はカットしています。ちょっと聞いてみましょう。ここで言うハイの部分です。このあたりから大胆にカットします。ローカットも見てみましょう。はい、ローカットしない方がとってもいいですね。次はベースをやってみましょう。ここではベースのコールドベースラインというのがありますので、これを選択します。これでバイパスと聞き比べてみましょう。はい、もう一つプリセットがありますので、はい、これはワームベースラインというものです。かなり低音が出ていますね。もうこれは好みの問題です。今度はもう一度リセットします。今標準の音がこの状態です。また探っていきます。ソロにします。はい、ボディはこの辺にあります。そのボディの部分を若干上げるとそのカラーが強調されますので、僕は
少しだけボディを飾るようにしています。そしてこれの場合も肺がほとんどありません。5キロ以上はほとんど音がありませんので、ここも大胆にカットします。そしてベースなんかの場合は、せっかく今回プロ EQ3 にはダイナミック EQ がつきました。これも上手に使うといいと思います。その時はここに D というボタンがあります。こうするとダイナミック EQ を設定できるようになります。音が一瞬入った時に今のように上げすぎないように抑え込むということです。このようにすると音が安定します。ちょっとゲインを上げます。ちょっとギターと一緒に鳴らしてみましょう。今度は今やったことが本当に良くなったか、バイパスをして聞いてみます。入れます。はい、好みもあると思いますが、このようにソロをうまく使って、そして周波数帯を探り、いらない部分は大胆にカットもして使っていくと、プロ EQ3 はとても高度な EQ を施していけるようになると思います。皆さんもせっかく内蔵されているプロ EQ3上手に使ってください。そして、スタジオ1でない方は、ソロを使える EQ をお持ちでしたら、ソロで自分が狙うところをしっかり確かめて、そして、キャラを立たせたいんであれば、そのボディの部分を若干プッシュします。プッシュするというのは、その部分を上げるということですね。そして、あとは、イコライザーって、好みなんですね。好みなんですけれども、よく聞いてるとですね、なかなか元より良くなってるか、なってないかが分かりにくいような人がいます。それはやっぱり自分の好みで上げすぎたりするからだと思うんですね。先ほどもやってましたように、バイパスと、そしてかけた時とがどのように変化があるか、これは絶えずチェックして見ていくのがいいと思います。皆さんも自分のやりたい楽器がどの辺にボディを持っていて、そしてどの辺で飾っていくのか、
ボデーとその装飾ということをうまく切り分けながらイコライダーをしていくとすごく収まった感じになる。そしていらない周波数は案外大胆にもカットする、そういうやり方がいいのではないかなと思います。こうやっていくとかぶりと言われていますけれども、楽器同士のかぶりがなくなって存在感が出てきます。ミックスをするときにはこのかぶりの除去というのもかなり考えながらやっていくことが重要になると思います。また一緒に勉強していきましょう。村長スタジオでした。